ハリアー VS アウトランダーフェー決戦三菱アウトランダーフェーブのマイナーチェンジモデルが発表されました改良の中心は質感向上でわかりやすく言えば高級感が高められていますその理由はアウトランダーフェーの購入ユーザー層にあります 価格が5263,500円、6685,800円とスモール、ミディアムサイズの、欧州プレミアムブランドモデルに近い価格帯ということで、昨今は輸入車からの乗り換えが増えているのだとか、そのためアウトランダーもいい車になる必要があったというわけです。 国産フェーブモデルの中から同じ価格帯の高級 SUV で探してみると、トヨタ、ハリアーフェーブが近い位置にいます。ハリアーフェーブはモノグレードで価格は620万円。ということで今回では、ハリアーフェーブ、イカハリアとアウトランダーフェーブ、イカアウトランダーの上位グレード P5 人乗り、 631万4000円を比較してみたいと思います。どちらも上位グレードらしく装備は充実。まずエクステリアです。クーペスタイルの流麗なフォルムのハリアーと、ボクシーで個性的なフロントマスクのアウトランダー。同じ高級路線でもキャラクターの違いを感じます。ボディサイズは以下の通りで、 高さ以外はほぼ同じくらい。インテリアは乗馬の蔵をイメージした革製のセンターコンソールなど、独特の世界観を持つハリアーと、最近のトレンドに沿った水平基調のモダンなスタイルのアウトランダーという風うに、これも好みが分かれそうな違いがあります。装備をチェックしてみます。シートは双方とも本革で全席は、 パワーシート、シートヒーターは全席、4席につき、全席にはシートベンチレーションも標準装備します。センターディスプレイはどちらも12.3インチで、ステアリングヒーター、デジタルルームミラー、スマホのワイヤレス充電、パワーゲートなど、いずれも上位グレードだけに細部まで、 至れり尽くせりで装備に抜かりはありません。強いて言えば、アウトランダーは今回の改良で、ナビの検索機能に Google の検索 API が入りました。これにより、ストリートビューや航空写真を見ることができます。このあたりは新しいモデルの強みといったところでしょうか。大きく違う 4WD システム。 違いをチェックしてみます。まずはフェーフシステムから。ハリアーのパワートレーンは 2.5L 直列4気筒ガソリンプラス前後モーターの E44WD でシステム総合出力は 306PS。ハイブリッド燃費は WLTC モードで 20.5km パーリットル。 EV 走行距離は同じく WLTC モードで 93km です。アウトランダーは 2.4L 直列4気筒ガソリンプラス全5モーターの同じく 4WD で、システム総合出力は非公表。ハイブリッド燃費は WLTC モードで 17.2km パーリットル。 EV 走行距離は同じく WLTC モードで 102kmP グレード。ハイブリッド燃費ならハリアー。EV 走行距離はアウトランダーがやや有利ですが、急速充電はアウトランダーのみが対応しています。大きく違うのが 4WD 性能です。ハリアーはフロントに大型モーター。 リアに小型モーターを備えアウトランダーは前後に同じサイズで出力違いのモーターを搭載しますハリヤーの 4WD はモーターのスペック通り後輪の出力は補助的な役割ですがアウトランダーは4輪全てが駆動に参加しますこれは名車ランサーエボリューションシリーズで培われた S AWC という 4WD システムでアクロ走破性能だけでなくオンロードのコーナリング制御なども行うもの走行安定性はアウトランダーに分がありそうですオーディオの違いにも注目最後に注目したいのがオーディオですアウトランダーは今回国内初の ヤマハ製オーディオシステムを全グレードに標準装備しました。P グレードは初スピーカーですが、それでもなかなかの出来栄え。ハリヤーも JBL 製球スピーカーオーディオが標準装備しています。フェイの特徴である EV 走行ではオーディオの音がより聞こえやすくなります。音には好みがありますので、 どちらがいい音に聞こえるかチェックしてみることをお勧めします。ということで、ハリヤーとアウトランダーのフェーモデルを比較してみました。その価格差は114,000円と、アウトランダーが少しだけ高価ですが、きっ抗していると言っていいでしょう。ハリヤーは高級 SUV の代名詞的存在ですが、 アウトランダーフェールが質感を上げながらじりじりとにじり寄ってきた様相。ハリアーモーカーを貸していられなさそうです。ということで、国産高級 SUV のフェーブモデルを検討中の方の参考になれば幸いです。